はい、おはようございます。これから久留米に向かいます。朝早い。はい、朝の7時からね、シート張りができるので、ちょっと久留米に向かおうと思います。ニョキヤも寝癖がすごいんですけど、ちょっと着替えて髪切ります。こんにちは。朝のシート張りから昼寝して今下北沢にいます。ちょっとね、試合前にエネルギーチャージといったところでちょっと寄り道をしようと思います。下北沢といったらもう何か分かりますよね。ミネラル入ってるからなんとかなるだろうと思いますが、熱中症に気をつけて頑張りましょう。途中の前バスケットで今ポカリスエットゲットできたので無事になんとかなりそうです。一応4本ぐらいお水買ったんですけど、持ってほしいです。
席取ったので出かけます。暑い、めちゃめちゃ人来てます。ぜひぜひぜひよろしくお願いします、はい。まあ、気分的には引き分けで、あのお互いにいや、よかったねっつってね、いければね、本当ね。ただ、ね、札幌と川崎って言ったら打ち合いでどっちかが絶対勝つっていうね、はい、だって集めずの時絶対勝ったと思いましたもん、あの流れ。そう、あの流れ絶対勝ったなと思ったら、最後ドーンドーンってね、最後大橋選手ですか、はい、バーってやられて、わーってなって、もうそうでした、ね、今日いないんで。え、いないですか。いないんです。ありがとうございます。ちょっと小林優選手に決められないように。小林優選手、今日久々で今日に標準を完全に合わせてきました。やめてもらいたいな。お休みしてる。まあでもいる時にちゃんと勝てるといいなと。あ、そうですね、はい。まあ、ちょっとお互いいい試合になるかな。いやもう本当ですよ。めいちゃんはすごいなんか強い気持ちがあるみたいで。あ、そうだね。ダメだ、めちゃめちゃぶりがいいので困ります。コンサドレ戦だって結構ね、打ち合いとか好きだから。なんですか。どんな印象あるコンサドレ。いや、もうお互いに点の取り合い、打ち合いですね。本当だよね。だって 1-0 とかほとんどない最近。確かに。5-2 とかさ、赤字4-3。本当ですよ。今日はね、5-3で勝たせて投げようと思ってます。オン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 。キャラ大丈夫。キャラ崩壊してる。すいません、人と喋るの久しぶりなので。はい、せーの、お茶風呂。いいの、いいの。
れ様でした。2対2で負けてしまいました。2点先制したんですけど、ちょっとなんかミスで失点が続いてしまいました。いや悔しい。でも熊井選手の不敗神話は続いてるので、いや負けなくてよかったですけど、ちょっと本当は今日勝ちたかったです。いや残念でした。お疲れ様でした。